So I'm slightly annoyed because I had recorded like, I don't know, I'd recorded like almost 20 minutes of this shit and only come to find out that the audio wasn't recorded. So I'm thinking to myself, oh, this is some bullshit. So now the only thing that was recorded was my microphone and whatever got recorded from the speakers. I don't know how that happened. Camtasia fucked up. I've been checking and making sure that it's recording. So now it is. So I guess to say welcome to Panty Party, the game where you play as a pair of panties and fight off bad panties. Did they have a shitty time or something? I don't know. Anyway, so let's go ahead and play this and have some fun. I'm probably not going to talk a whole lot in this, so get prepared to watch some ridiculous bullshit. Yes, it's actually all in Japanese as well, which I sort of appreciate.遅刻しちゃう。急げ急げ。ごめんなさい。あれ、相手は人間。こっちこっちだよ。パンツ。私が見えるの？人間。うわ、パンツが喋ってる。きっと頭を打ったんだわ。やっぱり私が見えるんだ。やっと見つけた。言葉を交わせる人間、愛の戦士。愛の戦士、間違いない、君だよ。パンツを愛する人、愛の本当に頭を打ったみたい。早く学校に行かなきゃ。自分をよく見てみてよ。いつの間にパンツに変身したの？パンツに変身できるってことは、敵が来てるから続きは後で。走って。
私を元の姿に戻して。バカパン、心配しないで、もう戻ってるよ。戻ってる。ああ、ビッチビチの可愛い私に戻ってる。ま、待って、両手で引っ張らないで。暴力反対。きちんと説明してよ。それともまた罰。やめて。愛の戦士。実はこういう事情でパンジをリーダーとする愛を得られないパンツたちが人間を洗脳して侵略しようとしている。人間は洗脳されるとパンツしか愛せなくなっちゃうんだ。そんな愛認めるわけにはいかない。だからパンジの計画を阻止すると。その通り。心から湧き上がる愛、それがパンツへの本当の愛だ。飛躍しすぎ、全くついていけないわ。それじゃあどうして私はパンツに変身したの。それこそが愛の戦士なんだ。からかってるの。本当だよ。自分の力を信じて愛の戦士。しまった、窓の外を見て。私たちの居場所が敵に見つかったみたい。嘘でしょ、またパンツに変身してる。いや、これは私の力を見せるチャンス。これなら君も私を信じるはず。パンツに変身しさえしなければ何でもいいわ。私に任せて、愛の戦士。きっとパンジを止めてみせる。やつの計画が成功してしまったら、君だって永遠にパンツのままかもしれないよ。わかった。永遠にパンツのまま。ちょっと待って。そんな大事なこと先にちゃんと説明してよ。愛の戦士、見てて。きっとうまくやるから。
愛のせい。甘い。シマパンツ、君までパンチの仲間になったのか。お前の友愛は人気のパンツだけが得られるものだ。パンチ様の理想はもっと偉大な愛なのだ。人の自由な好みに任せない、どんな種類だろうと全てのパンツへ向けられる愛だ。そんな愛認めない。君と戦うことになるなんて思わなかったよ、シマパンツ。どうやらあの技を使わざるを得ないようだ。パンジ様の仲間になったとき、かかってこい。助けて、愛の戦士。残念だったな、愛の戦士は現れない。パンジ様の計画が成功したら、愛の戦士も洗脳され、ただのパンツに変わってしまうのだ。私たちと共に人間に愛されるのだ。何ですと？愛の戦士。その名前で呼ぶのはやめてよ。愛、それにパンツへの愛って何よ。重要なのは履く人よ、パンツじゃない。それは種類にこだわらず。すごい、これが愛の戦士の燃える愛。 Have you ever noticed that when he talks, he constantly sounds like he's on the verge of just jizzing in his pants or something? Or is that just me?なんてことだ、パンジ様の理想とそう変わらないじゃないか。あんたたち、尊敬に値する敵。もしあなたにもっと早く会っていたなら。だがパンジ様に従っている以上、あなたをパンジ様の理想のため。パンチ様の理想のため。さすがは愛の戦士だけど、この俺も一応人気キャラってな。お仕置きの時間よ。you
さすがは愛の戦士。パンジ様に知らせなければ愛の戦士が現れたと。ちょっと待っ、逃げた。どうして私を見るの。どうしたらいいかし、どうぞ手がかりはあるんだ。愛の戦士、次に会う仲間は愛の戦士。そうだね。それじゃあパンチの情報を握ってるし、戦力も心、そいつは根性がねじ曲がっててすごくムカつくパンツなんだ。ここだよ、クールクマパンツ。クールクマ、出てこい、クールクマパンツ。うるさい、やかましいやつめ。遠くからでもお前の騒がしい声が聞こえたぞ。お前というやつは会えば喧嘩したがる。何がクールクマよ、クマちゃんパンツじゃないですか。クールクマパンツだ。クールクマパンツ、それじゃあクールクマパンツ、どうして私たちに背を向けてるの。それがクールだからだ。クールクマ、この人が愛の戦士ユリカ様だ。私たちがパンチを阻止する。愛の戦士、我が友よ、一つ忠告してやろう。両の目を開いてよく見てみろ。こいつは賞味期限の切れた女子高生じゃないか。愛の戦士のわけないだろう。なんですって、全世界の女子高生に謝れ。パンツには目がないよ。いいさ、私はもうコッパンジは俺が倒す。クマちゃんたち、見送ってやれ。客人がここを去らないというのなら少々手荒なことになってもやむを得ない。手荒なことになっても構わない。上等よ。分かったわ、とってもクールなクールクマ様。Thank you.
パンツに変身したということは愛の戦士に違いない。だがそれが何だというのだ。やはり期限切れの女子高生ではないか。絶対絶対あいつを懲らしめてやる。Panties with rocket launchers? I can get down with that. Okay, so this game is fucking ridiculous and I love it. Panties for smash! Panties for smash! I don't know. I probably should go take a nap because I'm actually tired and I'm not really all here. So, if you enjoyed Panty Party, I did the first three episodes. I guess if I did an entire playthrough, that was the first three episodes. Technically four, actually, now that I think about it. Let me see real quick. So I did 1, 2, 3, 4, and it took 20-something minutes to play through, which means more than likely, if I continued this shenanigans, it probably would take, 1, 2, 3, 4, I did the first three, wait, I guess technically that's four, but that considers three episodes, so you have another 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, let's say it takes about 21 minutes per four episodes, I guess, which would take another 1, 2, 3, 4. So that's another 20. 1, 2, 3, 4. Another, so that's 40. 1, 2, 3, 4. That's an hour, or a little pet. Yeah, that's an hour. So that would take it would take roughly an hour and 30 minutes max, 2 hours if you're reading slowly to actually play this game. So I will probably, I'll continue this game, but not at this very moment. So if you enjoyed watching this, like, subscribe, hit the notification bell, come back anytime you like. If you're new to my channel, by all means, check out my other shit that I do. And if you're a college student, by all means, check out my budget cooking show that I'm slowly doing a little bit at a time. So it'll be like maybe once a week, something I might do. So anyways, if you like this, please come to my Discord if you like, or just leave a comment, tell me what you think, and tell me if you like it. So thanks for watching. Later.